し早めのハロウィンパーティーをひなちゃんと2人でしていきたいと思います。イエーイ。あーめっちゃあのテンション上がってますね。かわいい。レッツゴー。今日はハロウィンということで張り切ってコスプレをしちゃいました。ひなちゃんと一緒にご飯を作っていきたいと思います。ひなちゃん、イエーイ。お化けさんのキーマカレーと、あとスープと、なんかミイラウィンナーみたいな、ウィンナーにチーズを巻いたやつを作っていきたいと思います。ひなちゃんにはウィンナーさんにチーズをくるくる巻いていくやつを作ってもらいます。こうやってくる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 って、そう、巻きつけるのできる？できる。お願いします。で、ウィンナーはもともと最初に焼いておいて、ここに巻きつけてもらいます。とりあえずくるくるしようね。ひなちゃん、くるくる。あ、ちぎれたら食べるじゃん、めっちゃ。つないでしたな。できた。これも、うん、これも、うん、これも、これも大事。イエーイ。はい、ということで、こんな感じで熱出たよ。ね、チーズいっぱいね、つけたよね。こんな感じでひなちゃんと一緒に巻き巻きしました。これにママがこれに目をつけます。はい、ひなちゃん手伝ってくれてありがとう。ゆっくりしててください。はい。ピーマン、玉ねぎ、人参、しめじで、トマトを使って、あとお肉もピー肉使うんですけど、でキーマカレーを作っていきます。ブンブンチョッパー使ったらめっちゃ便利やから、うん、キーマカレーの時とか何でも結構ブンブンチョッパー使います、いつも。はい、じゃあ作っていきます。で、もうなんか別に順番とかは関係なく全部入れます。こういう感じで炒めていきます。はい、こんな感じでご飯が完成しました。このお化けさんのキーマカレーと、で、ミイラのこのウィンナー、ウィンナーチーズ巻きミイラ、目は海苔でできてます。こんな感じです。はい、レッツパーティー。はい、イエーイ。はい、パーティーを早速始めていきたいと思います。イエーイ。誰から食べようかな。どうですか、手を合わせましょう。はい、はい、いただきます。はい、どうぞ。あー、どう、チーズとみんなのみたいなやつ食べてくれた。めっちゃつまみ食いしすぎたのか、あんまり食べてくれないですね。来年もそうだね、またハロウィンパーティーご飯作ってしたいなね。トシ君も一緒にできたらいいなと思います。レースじゃなかったらいいね。そうだね、なんかもう遊びたいモード入ってる。はい、こんな感じです。食べよう。はい、ということで、ミスヒナのホームハロウィンパーティーでした。せーの、バイバーイ。うっばーい。はい、こんにちは、さよです。今日はですね、ハロウィンパーティーをお家でやっていきたいと思います。早速、やっていきましょう。せーの、どうぞ。ということで、衣装の紹介をしていきたいと思います。イエイ。今回はですね、リュウリュウさんからお借りした衣装になっております。でねでねね、尻尾もついててめっちゃ可愛い。子供たちの仮装です。可愛いんじゃん。似合ってるよ。可愛い。クート可愛い。可愛いよ。飾り付けちょっといびつなんだけど、なんかいろいろ取れちゃって、まあ、こんな感じでね、ハロウィンっぽく
してもらいました。これパパがやりました。はい、では料理を作っていくのでエプロンします。おパーティーの準備は時間がかかるので、昨日ね朝の4時ぐらいまで仕込みをしてました。包帯のやつ巻いてて、これをちょっとオーブンに入れて焼いていきたいと思います。カラフルなマフィン作りました。はい、今日の主役はねかぼちゃです。パイを作った残りのかぼちゃなんですけど、この残ったのでかぼちゃスープを作っていきたいと思います。ソーセージの目つきソーセージなんていうんですか、難しい名前が、まあ、とりあえずこれを作ってるんですけど、いかがでしょう、濃くなってきたかな。あとはオムライス作ってスープ仕上げて終わりかな。オムライスできました。うー、助けてくれって感じでしょ。いい感じにできました。ハロウィンということで子供たちに喜んでほしいので、なんかこうお菓子のなんかやろっかなって思った時に、ネットでこういう袋に、手袋ですね、ビニール手袋にこうポップコーンとかを入れて飾ってるみたいなのがいっぱいあったので、それを作っていきたいと思います。こんなですね、かわいいじゃん。あ、まあこんな感じで作っていきます。ではご飯ができたので食べていきたいと思います。すごくない、めっちゃ頑張った。これイカスミパスタ、おにぎり、オムライス、サラダ、うん、ジュースね、パンプキンパイ、手袋、パン、フランクフルト、キャンディーチーズ、デザートです。なーに、じゃあみんないただきまするよ。せーの、いただきます。ではいただきたいと思います。いただきます。はい、ではあとはゆっくり食べていきたいと思います。我が家のハロウィンパーティーでした。バイバーイ。バイバーイ。